君にとって本当に役立つものをもう一度話して聞かせよう。常に私を思い、私を信じ、私に供養し、私を礼拝しなさい。そうすれば君は必ず私の心に来られる。君は私の信頼の友だから、そのことを君に約束する。あらゆる宗教の形式を退け、ただひたすら私に頼り服従しなさい。そうすれば私が全ての悪行法から君を救ってあげよう。だから何ら心配することはない。ただし禁欲や修行をしない者、信仰心がなく私に奉仕をせぬ者、私のあら探しをする者には、君は決してこの秘密の知識を伝えてはならない。だがこの秘密の知識を、私に対する熱い信仰心を持って、私の信者たちに伝える人は必ず私の元へと到達する。この世界において、この人以上に心を込めて私に奉仕をする人はおらず、この世界の中でその人以上に私が愛する人はいない。私たちのこの神聖な会話を学ぶ人は、その日触れた射程を私たちに供養し、私を崇め礼拝することであろうと私は固く信じている。皆さん、おはようございます。おはようございます。ナマステ。ナマステ。7月の時、我々はどうでした？最初は瞑想をちょっと実践しましたですね。どのように瞑想しますかと、誘導瞑想。その後は瞑想に、そして繰り返し繰り返し、例えば詳しいこともいましたですね。と、皆さんにいろいろ質問しました。皆さん考えて、答えを考えて来てください。どうですか？しました？皆さん質問、マイクメモしますでしょ、質問でいろいろ考えしましたか？それから一番最初は瞑想について一つ素晴らしい本があります。日本語で瞑想いっぱいいっぱい本ありますけれども、英語で一つ素晴らしい本、スワミ・ヨティッシャラーナンダジ、ラマクリシナ僧院の、その坊さん、西洋に何回も行って話しました。ヨーロッパのいろいろ国、アメリカ、それを講座皆整理して、その本の名前は、Meditation and Spiritual Life。日本語で瞑想と霊性の生活。その本、教会から出しました。 Volume 1、Volume 2、Volume 3、結構人気。皆さん本当は詳しいこと知りたいですから、瞑想は何ですか、やり方は何ですか、何が障害、どのような障害を取り除きます、結果も何ですか、結構詳しいことが入ってます。その中に時々
コメントというよりはちょっと厳しい、ちょっと厳しいですけれども、琉球治るの時、時では苦い薬を飲んでませんか？薬は、苦い薬は飲まないと病気は治らない、その経験ある？ありますか？はい、それの目的はそうです。霊的な病気、心の病気治するために、時々硬い言葉、耳にくい、痛い、耳痛い言葉を使わないといけない。ですけど目的は本当は幸福です。でそれも結構あります、その中に。それ一つはあなたのレファレンスのために私言います。もちろんシャミジのユベカロンのいろいろヒントも結構あります。ラジオとかね、ですけど一番現在的ですか、そのんですね、その反応の後で結構いろいろ合わせて自分の経験でも、その坊さんはシャミブルマーノンジの時期でしたですね。シャミヨティッシャラーノンジで、昨日の話、なんか前、昨日ではない、前の講座の話の時、我々はちょっと思い出しましょう。一つは質問なんですか、瞑想は何ですか、そのポイントありますかね。瞑想を集中する、世俗的な衣類を、これ問題といろいろな関係でも集中して考えるもあります。集中の経験を目指せない、集中する。でも何が違う、その話ありますか、ありましたね。で次は、瞑想の結果は何ですか、その話ありますでしょ、はい、瞑想の結果は何ですか。これもう一回思い出した方がいいじゃないですか。前の多分来なかったその人参加者も気を持ちますだけではなく、ちょっと新しいポイントも私に入れて、もう一回リストアップしましょう。どうですか、大丈夫ですか、うん、それで皆さんメモしてくださいね。どのように瞑想は我々を助けます、目的何ですか、瞑想のやる気を救う、モチベーションフォーメディテーション、それを送る。どうしては突然ボーアルタの内容から、どうして我々はちょっと瞑想のテーマでどうして話してます、だから我々次の勉強の章の名前はテアのヨガ、瞑想のヨガ。それもしそのこと我々の前のイントロダクションみたいにいろいろパンチしますと、あなたはその章の内容はとてもとても大事、バーバーディーさんで楽に入ります。それのために私はですね、 as a preparation、 それの準備ために、準備のために我々は説明しています。そして分かりますね、何がカネクション、関係が何がある。そうしないと、どうしてこれ、瞑想の講座ではないですね。ですけど、どうして我々はその話、詳しいこと言ってます。なぜならその関係です。で次の勉強は我々の、バグワギターのその勉強は、ヘーの用語ですから。で、その後、すぐ、我々の前の準備の、話と結構あとすぐ理解できた、おお、そのことですね、そのことですね。で、それのために最初はリストアップしましょう。で、瞑想はどのように我々は
助けてます。はい、大丈夫ですか皆さん、りおちゃん分かりましたということ。それで前も打ってないで、新しいポイントも結構ある。そのためみんな合わせてメモしてください。メモしてそのままずっと置いてください。開けないので、開けます、開けません。メモしてまた開けたい、そのまま置いておく。どちら開けます。開けたい。そして見た方がいい。そうしないと残り何もないんです。頭から何やボールペン、ボールペンから紙で割る。そうしないで、でまた家に戻って、例えばあなた牛、目牛を見たことありますか。多分インドでも自由で動いてますから、すごく理解しますけど、日本でそれではない。ある場所だけで、例えば札幌、その場所に熊本ない、その場所にだけを皆、目牛、ね、で育ちます。向こうのやり方は、最初は早く、私は田舎に生まれましたから、よく作ってます。それ目牛は草早く食べますですね。早く食べてあちこちあちこちあちこち、とても素晴らしい草出てますね。とても緑グリーンで大好きです。で時々バナナの葉っぱ自然でバナナ、それも食べる。とても好きです。でそれを早く食べて、でそれだけで消化はできないです。その時次のやり方は何ですか。座ります。最初は立って食べますね。で座って中のものをもう一回口に何ですか、あ、戻した方が、戻してで、ゆっくりゆっくりゆっくりは噛みます。それしますとサリバ知ってますね。口の中にサリバ、唾液で、それを出ます。それを出て、でそれゆっくりゆっくりそれを結構長い時間で、それの後もう一回何が座る飲み込むします。でそれ本当は消化はよくできます。勉強の水と同じ、本当の同じことです。まあ早くメモしますでしょ。早く草を飲むと一緒ですから、早く草を食べると早くメモする、一緒でしょ。ですけれども、目牛のやり方を知らなかったくださいFollow the way of the cows. So they just take out お腹から出て戻してもう一回チューイングします。噛んで噛んでまた座る。それで消化、本当はそのまま消化しますから、それで強くなります。力が出ます。あなたそれに言ってます。であなた目牛の礼をあなたも知らがってください。 OK ですか。はっきり分かりました。それで瞑想の結果、あ、じゃあ私はちょっとだけ皆さんからちょっと聞きたい。
どなた答えます？前のいますでしょ？これあなた前この方ですね。そうそう、あなたに見なかったで。OK。もうどなたいますか？答えますか？田島さん、田島さん、あなたメモしました？はい、メモしました。どうぞ読んでください。はい。心が、静かになります。集中できます。心がきれいになります。汚い波動が、きれいな波動になります。存在意識もきれいになります。人間関係も良くなります。仕事に集中できてミスがなくなります。安定した幸せができます。最後に、悟れます。はい。あ、じゃあそれ以外、別のポイントはありますか？うん。例えば理解か、自己実現ができます。自己実現、 You can realize your own self。 そういう悟りになっています。悟ります。これでそれだけです。あ、皆さん確認してください。確認 したいです。皆さん OK ですか？それ以外は、私は時々今もう私は見直しますね。かつな私は時々ここに歩いてどなたにもしてもどなたしない、それをチェックした方がよかったなあ、ちょ OK で聞こえますか？ここに話してできますか？そして目的、どうして何が咲きますか？メインそのやる気、モチベーションオブメディテーション、それのために最初はおお、それぐらい素晴らしい結果ありますから、それで瞑想しますと何ですか、助けます、いろいろレベル。一番最初は瞑想で我々の人格のいるレベルありますね。肉体的なレベル、それから頭のレベル、心のレベル、道徳的なレベル、モラルと最終的な霊的なレベルですね。レベルありますね。みんなレベルで瞑想を助けます。肉体、頭、土地部的、心、霊的、それで今最初から始めます。肉体的なレベル、でもそれは前話してないんですね。最近お医者さんの考えで、でいろいろ心のストレスからいろいろ病気は出てます。英語でサイコソマティック、サイコは心、ソマティックは体、サイコソマティック、深く関係あります。もちろん本当は関係なくても、これだって悟った人は全然別考え、考えと心とか、例えば体の病気出ても神様の考えができるですね。で今は普通はできないんです。病気ありますと神様のことを考えはできないんです。その状態ではないですか。でそして結構進んでいる駆動車、
これ別々レベルで、そのレベルは分けるできますけれども、我々はそれはできない。でそのとっても親しい関係あります。心の影響で体の影響で心、わかる？それでその状態 で心のいっぱいストレス出ますと、体のいろいろ病気は出るの可能性があります。そして一回見てます、体の健康のために心の健康も大事です。昔みんなヨガ例えば体だけで、昔は全員日本に来ました。その時ほとんど皆さんの興味全然瞑想といろいろ哲学瞑想ここの部屋そんなに考えなかったです。ほとんどフォーカスはヨガ、肉体的だけいろいろ朝までいろいろ、だんだん皆さんの手で変化、ね、その30年の中に何が変化してます。その一つはそれです。皆さんにまあ大体理解できてます。で体の健康だけで十分ではないです。心の健康も必要です。でそれで一つは瞑想の結果でストレスのレベルが何ですか、小さくなります、低くなります。それで病気のチャンス、いろいろサイコソマティ、例えば何ですか、ハイブラッドプレッシャー、何が血圧、高血圧、ハイブラッドプレッシャー、それから心臓の問題、それから糖尿病、ダイアビティス、もちろんお腹の問題、それでほとんど結構元気、何が原因はストレス。そしてお医者さんも最近その助言をしてます。助言をしてます、されてます、してます、助言してます、助言をしてます。それのために見たか知ってます皆さん、中央ライン東京から上で登るときに中央線で三鷹一つ駅あります。それの近く一つは病院あります。ある信者は私に向こうに連れてきました。私の病気の関係ではない。どうして、あの私は聞いたことありました、向こうで瞑想のために一つ部屋準備しました。それを聞いて私の気を見てました。で普通はないでしょ、普通の病院に瞑想の場所ありますか、ないんです。ですからその病院でそのことを聞いて本当は行きました。いやがそんなに大きいではなくても、でパナソニックも、まあ、その種類場所があれば瞑想で全然違う。パナソニックの場所、瞑想の場所に入りますとちょっとどうでしょうかですけどその場所は本当に静かですね。でそれお医者さんも最近そのことを理解して助言して毎日毎日少し時間、お医者さん自分しないかもしれない、自分でかしないかもしれないですけど助言をしてます、うん、どうして、なぜならはっきり体のと心の関係ありますから。でその感じで何ですか、その種類病気を一つの可能性は抵抗します。あ病気もしありますとそれが結構は
薬そんなに飲まないで結構助けます。どちらがいい？病気の後面接する方、面接した方がいい、病気出る前面接した方がいい、どちらがいい？前。英語で一つ言葉あります。プリベンション、サッチャ知ってる？プリベンションis better than cure。 英語で有名な言葉あります。 prevention is better than cure。 prevention だと抵抗する、ね、これは治するの前、抵抗するがもっといいですね。わかる？ so, prevention is better than cure。 何か翻訳、何が方がいい？簡単な、簡単な予防は、予防は治療に勝る。予防は治療に勝る。言葉でありますか？いや、分かんないですけど、ちょっと言葉っぽく言っただけで本当にこれでいいか分かんないですけれども、これからその言葉は作った方がいいじゃないですか。プリベンションイズベターザンキュー。そして瞑想が、さっき言いました肉体的な例で、どのようにサポート、この感じで。ストレスの出た後、カウンセラーに、そこに行く、お医者さんに行く、サイキャティスに行く。でも、もっと大事は、中から治す。もっといいではないですか。瞑想は中から治します。他のはみんなピー、ピーだけなんでしょ。そうあげないとお医者さんもお金稼ぐ必要なんですか。それと我々インドでとても有名なお医者さんが、とても有名、時々何もチェックしないで病人を見て時々言ってます。あなたのその病気です。そのすり賢い。後でその方はウェストベンガル、そして県ですね、インドのね、首相、国首相、but what is the 知事 is governor、 but it's not、 ちょっと違うですね。ガバナー、インドでも県のガバナーもあります。で、チーフミニスターもあります、ね、だそれで知事ちょっとその伝言関係でちょっと、あまり使わないですね。チーフミニスター、そう、チーフミニスターとプライムミニスター、県のチーフミニスター、あ、プライムミニスターは国です、ね、OK、 でその方は後で、ね、チーフミニスターになります。 There's a translation, Maharaj. What? Shu, 首相。 Oh. The 首相 of the Shu, of the state, Maharaj. Shu, 知事と違う。 So, this is a chief minister. その方の、さきまさん、とてもとても有名な、で、英語、イギリスで行っていっぱい勉強して、で、なんで自分も賢い方ですから、その方の助言、皆さんのために大事。もしあなたは病気出ますと、病気もしありますと、あなたはお医者さんに行ってください。絶対。そしてなぜならあなた行かないとお医者さんのお金は稼ぐできません。それのために絶対お医者さんに言ってください。お医者さん、いろいろ薬の名前書きますでしょ。で、その後どうしますか？薬の薬屋さん、その場所に行きます。それも言ってください。どうして？薬屋さんもお金は稼がないいけないでしょ。それそろしてください。生きるためにね、薬屋さんが生きるためにあなたも行ってください。
それから買って家に帰るとき、それはその薬もゴミボックスに捨ててください。どうしてあなたの生きるためにあなたの生きるためにそれが必要です。面白いじゃないですか、ジョーク。え、それ 100% ジョークではないです。本当正しいことも入ってます、その中に。ひかりさん聞きました。はい、面白い、 とても面白いですね、ジョーク。それでさっき言いました、どのように瞑想は助けます。で次は何ですか。で、で今心、それから独特的頭のレベル、霊的なレベルでどのように助けます。それではリストアップしますね。どうぞ皆さん、ちょっと時間かかりますから皆さんすぐ書いてくださいね。最初はさっき言いましたね、で体のレベルでどのように助けます。で今次はいろいろレベル で一番最初は何ですか。これ毎日の毎日の毎日毎日、汚い波動を我の中に入ってます、ね、外に出ますと、でいろいろ感覚の入り口で、で感覚わかりますね、目の感覚のようなで、時々何か換気をと、いろいろ結果で何ですか、ちょっと汚い波動入ってます。毎日毎日前からも溜まってます。でそれを私に言うことは毎日毎日そうしないと、もっともっと熱くなります、ね、そのレベル、前の溜まっている汚いのレベルがもっと熱くなりますでしょ、もっと上がりますでしょ。それのために最初は毎日毎日やり方なんですが、それの関係で我々言いました、瞑想は何、正直瞑想は何ですか、それ選択、心の選択。もう一つ気があります、心のお風呂。それ前いませんでしたね。それも心のお風呂です。お風呂の入る前、皆さんどうしますか。ソープで体をちょっときれいしませんか。それで体をきれいにできますけども、心はそれ感じでできないです。それでもやり方違う。そのやり方なんですか、瞑想です。 OK ですか。あとで皆さん数ですね、書いてください。番号1、2、3、その感じで。それから何ですか、これ心の意識と潜在意識ありますね。その中に、例えば潜在意識の中に結構汚いものも入ってます。それについて我々の気づきはない。で、ある時ある時我々はそれは気づき出てます。例えばある環境に入って、でそれ接続的に、例えば潜在意識の中にどれぐらい我々汚い欲張るというよりも、ね、
波動を溜まってます、溜まってますね、溜まっている、それを、はい、繰り返しています。さっき覚えてますか、前説明しましたでしょ。でディパートに入って、我々の中にどのように我々は欲があります、それで出ますでしょ。いろいろものを見ていろいろ欲を出ます。でそれどこにその欲がありますか。その欲を潜在意識に隠れてます、潜在意識で、その環境に入ってリパート入ってそれ出てます。ですけれども、どのようにそれをきれいします、それは皆さんの混乱ですね。で意識の中に何があります、大分かります。で潜在意識の中に何が隠れてます、ぶちかしですね、はっきり分からない。でそれをきれいしないといけないですね。でそれのためにきれいます。ですからきれいしないと本当は我々は純粋にならないです。ですから本当に純粋にならないといけないですね。だから我々駆動者ですからね、だけではなく、道徳的な人のために必要です。モラルパーソン、スピリチュアルパーソン、両方のために潜在意識もきれいしないといけないんです。それを瞑想しますと、それもきれいします。別の方がないです。それから次は何ですか。例えば衝動的、否定的な衝動的結果が出てますね。衝動的ないろいろ、何ですか、これ考え出てますね、衝動的。でそれをさっき言いましたね、心の砂目みたい、ね、だって否定的な衝動的なものの例に先言いますね、カーマ、クロドロワね、例えば怒り、それから欲張る、それから肉欲、それを突然ね、とても強くなります。それのために我々はその例を使います、ね、心の砂。わかりますか、覚えてますか皆さん、心の砂み。それをどのようにそれを例えば抵抗できます。と例えば津波の抵抗するために時々何か壁は作ってませんか。福島の方は知ってます。ですけれどもそんなに助けてませんでした、本当は。もう例えばもっと高さがもっと高いね、もっと例えば津波のその何か波、うん、もっと高いだったら何もできない。だけどそれも壊せるのか、可能性があります。でそして心の津波の抵抗をどのようにします。で心の中にはまた何かコンクリートのコンクリートのこれ何せ壁を作ることができないんですね。それのために心のレベル で壁を作らないといけないんですね。心のレベルで、それはどのようにしてきます。それは瞑想です、ね、それ次は何ですか。例えばあ人間関係、そのこともありますね。もし我々はさっき言いましたね、衝動的ないろいろ感情ね、もしコントロールできたら肉体的な関係ももうちょっと良くなります。だから我々は問題や英語の問題、それから怒りの問題でありますから、そして家族者とみんな、例えば家
会社の場所のみんな一緒に働きますでしょ。その人間関係でしょ。友達と友達、家族者、それから隣の人、人間関係のいろいろレベルがあります。それで自分のエゴと自分の怒り、もしコントロールできたら、でもうちょっと我々は人間関係はもうちょっと良くなるの可能性絶対ありますですね。それから何ですか、集中をするできます。瞑想で瞑想の一つは集中でしょ、ね、集中しますから集中のトレーニングができますね。毎日毎日瞑想しますと集中のレベルが上がります。皆さん知ってるかもしれない、最近インターネット、それから LINE、それから WhatsApp、それから何ですか、Instagram、私ははっきり分からない言葉聞いたことありますけどそれの結果で携帯で集中のレベルがとてもとても低くなりました。理由言ってください。あなたの何がさっき言ってました、金魚より短い、8秒。もうちょっと大きな声で。金魚、金魚。金魚なんで8秒？金魚は8秒ぐらい集中できるらしいですけども、今の人間がそれよりいいか。皆さん後ろから。皆さん聞きました？何がいうこと？もうちょっとスタンダップで。Otherwise they will not hear you.マイクロソフトが2015年にカナダで研究をして、人間の集中力を測ったら平均としては6秒ぐらいでした。なんか金魚は8秒ぐらい集中できるらしいんですけど人間はそれより以下になっているそうです。それ以上大変か、危険的じゃないですか。我々と例えば皆さんのことって言ったらね、例えば私は年結構上がってますね。ですけどフューチャージェネレーション、ネクストジェネレーションね、次の子供たちのことを考えてください。その時代だったら何も集中してできない、勉強も難しい、仕事も難しい、人間関係も難しい。なぜなら忍耐はできないんです。主張もできない、忍耐もできない。でしかも人間関係のために利用も必要じゃないですか。それのためにで、その主張の実践とてもとても大事になります。一つもちろんその種類ものを携帯といろいろコントロールしないといけないだけではなく、主張のための主張の実践も必要です。瞑想でそれを助けます。そして私の考えで、で国の首相は私のこと絶対聞かない。ですから私の助言は全ての日本だけである、世界の全ての国の正月、それからこれ中学中、中学校、小学校、それ中学校、高校、コンパルサリー、絶対瞑想で始めます。長い時間もいらない。5分、7分、8分、10分です。で結果が大きいですね。それも職業の関係ないでしょ。例えば自然の何でもいい、対象を決めて神様を面接して言わなくても
自然の例えで咲きますね、空、太陽、それからスティー、何でもそれを主張して考えて10分ぐらい体を動かないで、それもとても大事です。で説明して10分ぐらい瞑想して、で勉強を始めます。その意見、私のその意見ですから、皆さん同意します、それ反対します、私のその助言どうですか？それが先言いますね。本当は子供、なぜ子供たちに一番大事な心配は、子供たちはどのように育ちます、それが一番心配です。だから子供たちははっきり分からないんです。それのために何が先生、お母さんとその責任がいっぱいではないですか。子供たちは自分で分からない、やり方には分からない。それのために先生と咲きますね、お母さんとさんの責任が大きいです。そして皆さんの学校にそうしますと、本当カウンセリングといろいろあまり必要ではないと思います。結構減ります。わかりますね。でそれを皆さん本当は国職業の関係ないです。皆さんのために今モバイルは携帯といろいろ本当は皆なんですか。これグローバルになりませんでしたでしょ。グローバルになりましたでしょ。同じ瞑想もどうしてグローバルになりますか。そういうことね。携帯といろいろグローバルになって、それの否定的な結果もグローバルになりましたでしょ。それの解決のためにもやり方、それもグローバルにならないといけないではないですか。考えてください。そしてそれもとてもとても大事です。少なくても個人的で両親は子どもたちにそれを教えた方がいいですけれども、教えるだけで何も結果でない。お母さん、お父さん、自分しない。で、子供たちに教えるだけで、子供たちもしない。それも大事です。そして自分でお母さん、お父さん、やってますから、で子供たちほとんど真似しませんか？何でも真似します。下にのからない。何の気全然のからない。ですけども、いつもはお寺に、お母さんは例えば何愛し神様に頭を何が触る、何が下げてプラムしますでしょ。で坊ちゃん、小さい子供時々見てます。お母さん何をしてます。お母さんそうしますと子供もそうします。それ普通でしょ。子供たちのやり方いつもそうではないか、いつも真似しますでしょ。それで同じように、お母さんのお父さん、その種お母さんのお父さんいます、いないではないです、絶対います。それと一緒に子供たちもいます、上下の教えてます。で簡単な例えば祈り、神様に自分の勉強のためにね、例えばお母さんお父さんの関係でいろいろなために簡単な祈りを教えて、で座って神様に祈ってください。それも一つはどうして、なぜならその結果が後でだん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 分かります。我々ラムクリシュナ総院の大学ありますね、高校大学インドで、向こうでも毎日朝と夜2回祈りあります。祈りの後も
少し瞑想があります。学校で、そして私います。それ全ての学校で同じシステムあった方がとてもいいではないですか。だから今だってその状態がそれぐらいですから、集中がとてもとてもレベルが小さくなりましたからですね。その前後関係でとてもとても大事です、その集中性で。一つはそれです。で、そうしますと早くいろいろ何がこれ勉強するができます、ね、勉強するも早くできます。例えば集中ができないなら、ある例えば勉強3時間かかります。集中できたらですね、そのあるものを例えば30分で勉強できます。いいこと分かりますか。集中できないなら時間が長いでしょ、かかります。集中できたら早くできませんか。そして勉強でも助けます。もう一つ仕事の時も大事です。仕事ももし集中してできたら水が少なくなります。で、完璧でもできますですね。で、それを大きな結果です、集中の実践。それで瞑想でそれができます。それからもう一つ何ですか。これしわ合わせ、さっきますね、しわ合わせと何ですか、穏やかなしわ合わせの状態、穏やかな状態、平安の状態もできます。で、心いつも落ち着かないでしょ、満期満員に言ってますね、サルみたい。で、それを静けさになります、ね、外から分からないですけれども自分が分かります。どれぐらい落ち着かないです。で、落ち着かないですが、静けさのもし経験が欲しいだったら、それのために瞑想しますと、本当は心は静かになります。で、それの後は、何ですか、いろいろ、しわ合わせ、穏やか、平安、できます。で、最後は悟り、ね、と皆さん悟りまで皆さんやる気はできなくても皆さん幸せが欲しいでしょ、穏やかな状態も欲しいでしょ、平安の状態が欲しいでしょ、と集中して仕事も、ね、したいでしょ。それは皆さん先ほど言ったから、それの皆さん悟りまでそこまでだん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 やれてきますけれども、とりあえずいろいろ場合結果は瞑想でできます。あ、一番最後の目的は悟りです。悟れば、で、それは何ですか、最高の自由、最高の何ですか、至福、最高の知識が悟りの結果で出ます。そうしますと人生の目的は満足することができます。全部いろ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 結果、瞑想だけでできます。別のやり方でそんなにいっぱいある、良い結果、高い結果出ません。で、そのことを皆さん理解してください。で、その関係で私今言うことを、結果がとても良い、皆さんそれを理解しました。
いろいろ良い結果いっぱい出ます。今ちょっと別の例を使います。例えばお金もし稼ぎますと、それのいろいろ結果いっぱい出ますでしょう。例えば何ですか。食事もできます。それもリストアップ、ね、もししますと、食事、服、泊まる場所、勉強、学校で自分の子供たちの勉強、それから何ですか、それから車、いろいろできます。で結婚、いろいろできますでしょ。例えば彼女、普通は何ですか、ほとんど皆さんの考えは何ですか。結婚で幸せは出ました。ありませんね、そのこと。女性は時々その辺、結婚で幸せはできた、知ってますか、そのこと。 Some people, they, especially the ladies, they think if I marry, then I'll be 幸せ。で、男性たちはいい仕事で、いっぱいですね、勉強して、いっぱいで試験をパスして、本当は探してます。大変。探して、トヨタ、その車の会社の一つ仕事できました。その時、女性、男性たちも今、そのこと、何が、その仕事を、ね、今できましたから、幸せになりました。いませんでした？そのこと、普通ではないですか。幸せ。で、本当は、で、いろいろできますけれども、お金はない、なかったら何もできないんです。それも正しい。お金でいろいろサポートできますけれども、いろいろもの、ね、願いをか、何ですか、満足できますけれども、お金を稼ぎませんと何も、結果もできません。それは皆さん理解、はっきり理解してますか。想像だけでお金は空から降りません。降らないです。そのことよく知ってます。で、同じこと瞑想の感覚というのはいろいろいっぱい何言いました。結果、皆さんリストアップしますでしょ。どれぐらい？ここ。か？How many？ Nine。それで素晴らしいいろいろ結果は出るの可能性あります。ですけれども、瞑想しない。瞑想しないと、良い結果出るの可能性ありますけれども、全部。無駄になります。それのために何ですか、これそのこと言ってます。棚からボタン持ちます。前言いました、私ナヒンスプタッサムリガッサナヒンスプタッサシンガッサプロビシャンティムケムダハ。だって自分の腹の中にライオン、寝ている時口だけを、ね、開けます。希望は何ですか。鹿はその口の中に入ります。で、私は食べます。お腹いっぱくなります。それだけでできますか。本当はそう、できますか。鹿は寝ているライオンの口の中に入ります。入りません。それのために
いろいろいっぱい努力ね、ハンティング、ラインをしないといけないんです。同じアイディアですね、考えからボタン持ち。同じアイディアで、日本語で一つ歌あります。これがクイズ。その歌は何でしょうか？え？私そのかる棚からボタムチ、さっき言いましたで寝ているライオンの口に自然で何ですか、鹿は入りません。そうしないといろいろしないといろいろやらないといけないんです。でそのアイディアで日本語で一つ歌はあります。質問わかりますか？私の質問はっきりわかりますか？今の私の質問はその歌は何の歌です？その歌は何の歌？みんな日本人でしょ？私は日本語の歌のことについて尋ねます。インドの歌について尋ねてないです。何でしょうか？365番の街ですね。それでどうぞ一緒に歌いましょう。皆さん言葉知ってますでしょ？知ってませんか？それです。聞かないです。You? Yes, ma'am. So you bring that bag? Maybe that bag here is... Bag の中にその音がする。なんか OK。ちょっと。ありますありません、持ってました。忘れてない。あ、じゃあそれで皆さん知ってますでしょ、365のマーチ、この歌。大阪に、大阪も勉強会ありますね。向こうで毎年昔コロナの前で我々パーティーやりました。このね、勉強の参加さ、みんな一緒にパーティー、その時歌もありました。田島さん、あと覚えてますか？その週歌の歌、まあ、例えば宮本さんといろいろ一緒にその歌は、ね、ありましたね。でその歌は皆さんレディ覚えてますね？覚えてますか？はい、OK、どうぞ。山本さん、はい、あとは歌うんですか？あ、始めてください、一緒に。幸せ、どうぞ。幸せはどうぞ歩いてこない、だから歩いて行くんだね。一日一歩、三日で三歩、三歩集めて一歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきベソかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くでしょう。腕を振って足を上げて、ワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。私はさっき浜松の一つ講座あります。テーマは新幸せ、
幸せだけではなく新幸せ、その手間です。真の幸せ、真の幸せ、真の幸せ、トゥルーハピネス。その関係では準備してましたね。準備して、だからそれはその歌を何回も前に聞いたことありますね。だから幸せで、で聞いたことありますけれども、日本語全部リリックが日本語ですから、意味はっきり私は理解してなかった。ある時我々向こうで信者とスタッフいますね。その方に言いました、それを翻訳もインターネットから何か出してください、英語で。その英語でその翻訳みたい、素晴らしい本の中に、例えばその歌の中に素晴らしいメッセージが入っています。初めて私はそれを理解しました。で向こうで私はその時皆一緒にね歌いました。その小沢の初めての時、その歌で始めました。またこの歌で終わりました。ちょっと特別な歌でしたね。いうこと分かる？だから手間はそうでしょ、ね、真の幸せですから。で皆さんの時の後で、小沢の後、私は気分でありましたね。でその時も参加者のそのことを言っていました。でこの歌のことを我々も知ってます。ですけどそれの中にそんなに素晴らしいメッセージが入ってます。初めてあなたの小沢を聞いて、初めて我々はそう理解しました。ですね、あなたのうちの中に、うちの中にどれぐらい富あります、あなた気づいてないですけどあります。富のいろいろ種類の富ありますよ。それを見るととても大事な富ではないですか。well、でそれの中に例えば一番最初はとても大事です。さっき言いましたね、棚からボタムチようなジャイリアで幸せは歩いてこない。歩いてこない希望ですけれども、幸せは歩いてあなたの場所に来ないです。同じことじゃないですか。前に言っても棚からボタムチ、お金稼ぐ、寝ているライオンの口の中に鹿は入る、みんな同じじゃないですか。え、そして幸せは何、歩いて、例えばあなたに、あなたの場所に、あるあなたの心に歩いてこない。そするだけで来ない。そして次は助言は何ですか。だから毎日何ですか、会社に行かないといけない。だから歩いて行くんだね。あれ、だからあなたは歩かないといけない。あなた、え、素晴らしいじゃないですか。だからあなた欲しいでしょ、幸せ欲しい、みんな欲しいです。幸せの手間で日本にいっぱいあちこちがある、同じ手間、幸せ、それみんなですか。皆さん本当は欲しいでしょ、幸せ欲しい、お金も欲しい、家族も欲しい、お金も欲しいですけれども、もっともっと経験もしありますと、人生の経験、一番大事は幸せです。その中に穏やかな状態も入っています。平安も入っています。満足主義だけではなく、ね、興奮、それから、
幸福、ね、だけではなく幸運幸福の中に満足したの状態、穏やかの状態、平安の状態も入ってないんですか。みんな合わせて皆さんのイメージは幸せですけれども、静かの、ね、その幸せは歩いてこないですね、それだけで来ない。そのためにやり方あります。そうしないといけないです。それのシンボルは何ですか。歩いて。だからだからがとても大事です。皆さんそのことを皆さん分かりますよね。だからの次のメッセージ、想像だけです。希望だけです。幸せの関係で、嫌の関係で、お互いの考えだけです。そのために、例えばさっき言いました、それの一つの方が瞑想してください。しない、しない、そして幸せも来ない。とてもシンプルです。そしてそれのためにもがやり方、次は何ですか、ね、だからだからがとても大事。歩いて行くんだね。あなた行かないといけない。ヒマラヤがあなたの場所に来ない。あなたヒマラヤに行かないといけないです。富士山あなたの場所に来ないですよ。そのためにあなたは富士山に行かないといけないです。それもレベルあります。パイプまでも大体できる。それの後は登らないと。6、7ありますね。登る。そしてそれが何ですか。大事なポイントなんで、大事なポイントで、さっきのその一番大事は、最初のポイントは、その他の中に幸せは歩いてこない。次のポイントなんですか。だから歩いて組んでね、行くんでね。第3なんですか。これあ、人生は1、2、パンチ。パンチだけではなく、汗かき、べそかき、それもあります。簡単な道ではないんです。簡単なやり方ではないんです。それもいろいろ大変なこともあります。パンチ。それから何ですか？これ汗かき、べそかき。汗出ます。涙も出ます。そして楽ではないでしょう。お金稼ぐも同じではないですか。行きたくない、体良くない、気持ちも良くない、ちょっと家族のちょっと喧嘩もありました。ですけれども行かないと何？首。それ何も楽ではないです。幸せのためにそのことは皆さん分かりますか。その歌の中にどれぐらいメッセージ入ってます。分かりますか。それ第3。第4なんですか。幸せの扉は狭い。不安の、苦しみの、悲しみの扉が大きい、広い。で、幸せの扉は狭い。バイブルの中に同じことあります。The gate to heaven is narrow. But the gate to hell is wide. 天国の扉、ね、天国の扉、玄関、狭い。
ですけれども地獄の扉大きいです。とても簡単に入る。何もしなくてもこれ地獄の中に入るがとても簡単です。で今どうですか、皆さん地獄に入りたいどうして、いやでとても何もしなくてもいいですよ何もしなくても入るが楽ですから。で行きたくない、どこに来たい、天国に来たい。ですから扉が狭いですね、楽で入らない。それがポイントナンバー何ですか、3なんですか、ポイントナンバー4ですね。So、ポイントナンバー5なんですか、休まないで歩け、休まないで歩け、休まないで歩け、一日もやめないということがありますね。毎日毎日毎日歩かないと何ですか、目的まで行くことはできないんです。それも入ってますよ、その歌の中に。やめないでください。で皆さん結構います、瞑想始めてます、で何ですか、またやめてます、結構ありますね。で1週間モハルズの例えば話を聞いてやる気出て OK やりましょう、瞑想しましょう、1週間2週間でだん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 やる気はだん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 やる気はどうしよう、どこですか、 I think it's underneath you、 こっちにあります。最初はこのもしグラフしますとやる気ね、やる気最初結構話を聞いて1週間、2週間でできますけれども、だん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 。あ、それがキーなもの。そして歌の中にそのメッセージが何ですか？え？どうぞ言ってください。何？休まないで歩け。どうぞ一緒に言ってください。休まないで、ね、そうします。結果は何ですか、これも素晴らしいです。結果はあなたの足跡にゃにゃきれいきれいな花が咲くでしょう。どうぞ言ってください。あなたの足跡にゃにゃ笑わないで。でどうぞ。それで綺麗な花が咲くでしょう。その綺麗な花が何ですか。知らない。誰か。ニャだ。ニャ。ニャ。サト。これのシンボルです。その花がね咲きますね、歩きの。今どうですか、皆さん理解しました。その歌の中に皆さん知ってる365 days march、ですけどそれの中にその素晴らしいメッセージが入ってます。気づきありました、気づきがあったらどうぞ手を手を手を、前から、器用ではない、器用からではない。前から気づいて、その気づきはありますか？何人ちょっと見たい。1、2、3、4、OK。増田さん。OK。ありがとうございます。考えてください。ほとんど皆さん知ってます。
1212 ですから、その中にどれぐらい素晴らしいメッセージが入っているのか、ほとんど皆さんは気づきがなかった。もったいない。そしてどうしてそのことを言っても、瞑想のいっぱい結果、良い結果をリストアップしましたけれども、全部無駄になります。もし瞑想しない、瞑想一日だけで瞑想しないで、休まないで歩く、毎日毎日毎日、そして絶対良い結果出ます。どうでしょうか。え OK。でその歌の中の良いメッセージはもう一回ね、私は最初から言います。皆さん繰り返してください。一番最初はどうぞ一緒に私が言います。幸せはどうぞ歩いてこない。ナンバー2、だから歩いてくんだね、歩いていくんだね。第3、人生は1、2、な、1つ、1、2、パンチ、パンチ、あれ言ってください、パンチ、汗かき、ベソかき、次、幸せの扉は狭い、幸せの扉は狭い。第5、休まないで歩け、休まないで歩け。最後、あなたの足跡きれいな花が咲くでしょう。どうぞ。きれいな花が咲くでしょう。どうでしょうか。勉強しました。え、今実践してください。時間がどうでしょうか。ゆこさん、時間どうでしょうか。今日はバッチリですよ。バッチリ、とてもバッチリなんですけど、365歩のマーチ、行ったり来たりがちょっとそれで何、問題ないんですけど、多分皆さんもちょっと混乱したかなって思う。混乱してな、誰でも知ってますか。そう、いうことは、今何時ですか。今11時55分。はい、 OK。 で皆さん全部の歌一回歌いましょう、ね。これは山本さん、はい、どうぞ。みわちゃん、あなたも一緒に、うん、どうぞ。歌ったよ。タタタ。ワンツー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 。幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。どうぞ。一日一歩、二回三歩、三歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきベソかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にはきれいな花が咲くでしょう。腕を振って足を上げて、ワンツーワンツー、休まないで歩け、それワンツー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 。幸せの扉は狭い、だからしゃがんで通るので、百日百歩、千日千歩、ままにある日もならぬ日も、人生はパンツーパンチ、明日の明日はまた明日、あなたはいつも新しい、
ちごの理事を抱いている。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、進まないで歩け、それワンツー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 、やがて行こう。暗い日もあるんだね、一年三百六十五日、一歩かりで逃がしても人生はワンツーパンチ、歩みを止めずに夢見よう、千里の道も一歩から始まることを信じよう。腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け、それワンツー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 。どうでしたか、あ、皆さん気持ちいい。楽しいね。ですけれどもそれだけではなく実践しましょう。休まないで歩く。最後まで。結果は出るまで歩く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 。ワーク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 。Like a trekking. It's even top. Bashoni ka mukhtiya sones. Sono toki made mina san zootto nobaranai to ikenai. Ase o demas, namida o demas, panchi mo arimasu. Yamenai. Sore ga totemo totemo daiji. で次のクラスですね。次のクラスの時、これ次のポイントは何ですか。これ皆さん知ってます。で、これ毎日毎日これそうそうそう。次のポイント何ですか。そうそうそう。毎日します。あ、時々します。それも話しましたね、前ね。どうしては毎日毎日しないといけない。それについて次のクラスの時にもうちょっと説明します。OK ですか？次のクラスの時、そのポイントは、毎日毎日、または時々。何の時、時々、やった方がもう構いません。何のものについて毎日毎日しないといけない、それははっきり皆さん理解しないといけないですね。それを説明します。 OK ですか。 OK、 ありがとうございました。ありがとうございました。